岡田和地下によるレインメーカー。レインメーカーはプロレス技の一種である。岡田和地下のオリジナル技。ジャーマンスープレックスの体勢で相手の背後に立ち、そのまま後ろから相手の腰に手を回し、片腕で相手の反対側の腕の手首をつかむ。その後、手首をつかみ取った相手の腕を自身の方向へと引っ張り込むことで、 相手をその場で向けを勢いよく反転させ、その勢いで向かい合う形となったと同時に、相手の喉元に、自身の相手の手首を掴んでいない方の腕を叩きつける。技名は岡田を代表する技ということで、自身のニックネーム、レインメーカーから取っており、洋画、レインメーカーから来ており、金の雨を降らせるイコール試合会場に客を、呼び寄せ利益を得るという意味合いが込められている。 岡田の成長とともにレインメーカーの前半部を応用した技を使用するレスラーが多くなった。技の特性上、引きつける動作で相手の体に勢いがついている。かつ自身はラリアットでの攻撃体制に入っていて、無防備なため、その勢いを利用して、ラリアットやネックブリーカードロップ、ニーバットなどを逆に浴びせられてしまう危険性があるという弱点もあり。 レインメーカーの切り返しの攻防は、岡田の試合における、スペクタクルの一つとなっている。アメリカのティネーの海外遠征中に、すでに考案していたが初公開されたのは2012年1月4日に、新日本プロレス、東京ドーム大会で行われた吉橋との外戦帰国試合。疲労当初は振り向いた相手の喉元に右腕を引っ掛けながらジャンプして、 相手の後頭部を叩きつけるネックブリーカードロップのような技として披露されたが、フィニッシュホールドとしては説得力に乏しく、観客の反応も芳しくなかったことから岡田に批判を浴びせるファンが絶えなかった。結局、フォームの修正がなされた原稿型が披露されたのは1月25日に、新日本プロレス、白川市中央体育館大会で行われた8人、タッグマッチから、 現在の型を主流として使用している。本校では便宜的に後方から片腕を引っ張って反転させ、相手と向かい合わせとなる一連の動作をレインメーカー式と称する。主に岡田和地下線で、挑発の意味も込めて使用。ありがとうございます。